三輪智弘さんによる油絵の作品展が開かれています。制作者の三輪さんは宮崎市出身で、大学時代から絵を描いています。ギャラリーには29点の幻想的な作品が展示。幅170センチ、高さ91センチあるキャンバスに描かれた作品は、たくさんの水しぶきと石の質感など細かく表現されています。三輪さんは自由に想像して描いた絵を鑑賞していただくことで楽しんでもらえればと話していました。作品展は日南市あがたにあるギャラリー花水木で7月22日まで開かれ、7月30日から8月4日までは宮崎市内で行われます。詳しくはホームページをご覧ください。